はい、皆さんこんにちは長尾隆史です、本日もどうぞよろしくお願いいたしますさて、今日は上海電力関連問題であります以前、この問題を取り上げましたときに大変な大反響をいただきました一般のメディアではなかなか報道をなぜされないんでしょうそういった疑問も含めて進めております 上海電力問題といえばですねまずは大阪市の上海電力問題に端を発して岩国であるとか、まあ、栃木や兵庫県、まあ、いろいろなところに発給しておりますでここであの大阪の上海電力問題についてはですね、まあ、これまで私が まあ、大阪市などを含めた関係者からあのいろいろなあの説明を受けましたしかしこの中にですね事実と違う説明がいくつかありましたでこの辺の整合性については、まあ、皆さんあのご想像されていると思いますがジャーナリストの山口紀之さんが あまあ、しっかりとやられていらっしゃいます、あの情報交換も実際しております、まあ、役割分担という意味合いも含めて、私はあのこれまで、えー、岩国の、えー、上海電力問題について、えー、いろんなあの調べ事をしておりました。が、えー、があるとということでですね前回、えー、少々説明が あの十分ではなかったと思っておりますので改めてこの岩国の上海電力問題について、えー、確認をし問題点を皆さんと共有したいと思っております、えー、記事は決して新しい記事ではありません、えー、こちらの記事です概要欄と チャット欄に URL を貼らせていただいております岩国のメガソーラー中国系企業が買収2022年3月17日の記事であります、まあ、ここで,です、ね、山口県岩国市の山林で建設が進む大規模 太陽光発電所事業が中国系企業に買収されたことが地元に波紋を広げている数回にわたり事業が転売されたことで事業主の実態が把握できずトラブルなどが起きた場合どこが対処するのかと住民は不安を抱える。 顔の見えない外国資本によるメガソーラーの買収は全国に広がっており安全保障上の懸念も指摘されるもというか安全保障上の懸念があの大変心配されますもしもです、ね、異常電流が流れたら、まあ、後に出てきますけれどもいわ、えー、国のメガソーラー事業は全て中国電力日本のこちらに供給されることが決まっております。 ブラックアウトにつながるということが大いに考えられるわけですね。でまた、事業主の実態が把握できないというのはメガソーラー事業は建,築建,建設に関連する法律の対象外ということになっていますのでどうも 住民への説明というのが必ずしも義務化されていないというようなあの法の不具合不備があるということも分かってきました。まあ記事に戻ります。買収したのは中国に本社を置く上海電力の100%小林社、上海電力日本。 昨年9月にファンド運営会社 RS アセットマネジメントからメガソーラー事業の株式を100%を取得したここでチェックしたいのは昨年ということはこの記事は2022年3月の記事でありますから2021年の9月ということになりますこの時には後に出てきますが改正外為法が施行されているというところが大きなポイントであります えー、この上海電力問題をやるにあたって、えー、改正外為法の問題が本当にあのあ,あらゆるまあ聴取の中あるいはあらゆる記事の中に登場して来ないということはどうもちょっと私だけが間違ってるのかなと、えー、論点が的外れなのかなと錯覚に陥るぐらい改正外為法 についてのこの関連性が全然出てこないのでこれはまあ後に説明をさせてもらいます記事に戻ります計画によると同市宮町の元ゴルフ場開発用地を造成し敷地面,接面積214ヘクタールのうち110ヘクタールに太陽光パネル約30万枚を 設置、出力は75メガワットで一般家庭約2万2500世帯に相当する全て中国電力に売電する予定で売電収入は約36億円を見込んでいるということであります、まあ、元ゴルフ場開発用地を造成しているということ で当時は先ほど出てきた RS アセットマネジメント東京に本社がある会社に買収をしたところがこの RS アセットマネジメントが上海電力に買収されちゃったので事業主は外資ということになっています記事に戻ります建設工事は令和元年11月に始まる令和6年6月までの予定ということはまだ 建設工事が完了していないということになります。令和22年9月までを送電期間としていて、総事業費は約300億円に上るということになります。繰り返しますが、始まった時は日本企業、現在は上海電力日本株式会社が運営をしている。 この時にやはり改正外為法が施行されて以降でありますのでこの辺の事前手続きがどうなっているのかということが論点であります。記事に戻ります。 この間、事業主である事業会社の親会社は数回にわたって変更されてきた以前からメガソーラー建設に対して土砂崩れや土壌汚染、井戸が枯れるなどの被害が懸念されるとして地元住民からは反対の声が上がっていた事業の転売が繰り返され今後、中国系資本の参入が明らかになったことが不安に拍車をかけた。 地元の立岩地区の自治会副会長、えー、中村あ光信氏はあ、事業主が変わっても説明がなく、どういう会社なのかもわからない不安。住民は不安だと漏らす。上海電力日本は取材に対し、岩国の件については何も答えられないとしている。えー、先ほど言ったあ法律において、えー、メガソーラー事業はあ必ずしも その説明義務が課されていないという法の抜け道を上海電力が使って事業説明をしていないということが想像できます中村氏ら地元住民は1月約1400人分の署名とともに開発許可の見直しなどを求める請願書を県に提出した。 請願書では開発許可を受けた事業主体と実質的に開発を進めている事業者は全くの別即地で開発と事業の転売が一体で進行していると指摘している請願に対して県森林整備課は親会社の変更に伴って事業会社の代表社員が変更 社員が変わるごとに届け出がされ必要に応じて審査しているが問題はない外資かどうかは審査対象ではなく見直しは考えていないと説明する森林整備課においては外資かどうかは審査対象ではないということなのかもしれませんねまあ無理やり理解するとしかし外為法上は外資かどうかは 審査対象なんですこれ窓口は日銀審査数の経済産業省ということになります今年9月の全面実施を目指す土地利用規制法では自衛隊や米軍基地など安全保障上重要な施設周辺約 1km 中止区域として 調査対象に設定メガソーラーの事業用地と岩国基地は約2 1キロ離れており調査対象には含まれないが地元の岩本隆岩国市議は中国系資が買収したことにより地域の問題から安全保障の問題に移ったと国防上の懸念を示すこれは私が北海道で小野寺勝さんとお視察をした時と同じことであります法律にです、ね、わざわざ1キロなんてことを書いちゃったもんで裏返せば 1 k ロを超えていればいいんだろう外資が堂々と参入してく,れくるという法律の抜け穴でありますねで同法が調査対象を施設周辺1キロと定めていることにも狭すぎるとの指摘は多い外国資本によるメガソーラーの買収は全国で広がっているより全体の約3割が外資が あ占有しているるとの見方もあるメガソーラーは出資者などの実態が見えにくい合同会社これも前回指摘した,した通りですね合同会社が国による、えー、設備認定を受けて事業を進めていくケースが増えている合同会社というのは、まあ、さまざまな株式会社とか合資会社有限会社企業形態がありますけれども まあ言葉を選ばずに言うと社会的地位というのはあまり信用性は高くない、だけれどその一方で、えー、決算の告をしなくてもいいと事業実態が見えにくい、これをわざわざです、ね、メガソーラー外資参入においては合同会社をやたらめったら使っているというところに問題点があります、これ合同会社の在、ね、り方も法改正していかなければいけませんね。 この問題に詳しい姫路大学の平野秀樹特任教授は、大元の事業者が表に出てこない合同会社という箱を使って中国資本による買収が広がっていると指摘しているということであります。その通りです。さて、次の資料をご覧ください。これは以前紹介しました。 えー、2020年、えー、5月8日以降を改正外手魔法が施行されております、えー、この時にですね、えー、事業主の、まあ、あ大きい、小さいあるいは株式会社、合同会社であれなかれですね事前届け対象が業種ごとに決められています4つの柱、国の安全、公の秩序 公衆の安全、我が国経済の円滑運営に関わるもの、本件は国の秩序、電気、ガス、熱供給、通信事業、放送事業、を水道、鉄道、旅客運送についてですので、くっきりはっきりと電気、ガス、つまり電気の供給に関わることなので、これは事前届での対象事業になります。次の資料をご覧くださいここで事前 審査を受けなければならない、えー。審査の結果、太文字ですね。財務大臣及び事業所管大臣が上記1から4つ、えー、つまり先ほどの、えー、国の安全、公の秩序上、 公衆の安全、我が国経済の円滑運営に関わることについて、観点から支障があると認めたときは外国投資家に対し、この場合は上海電力に対し、取引の内容の変更、または中小勧告、さらに当該投資家がこれに応じない場合は命令することができるとあるんですね。この改正外為法が施行されているんですけれども、 さあ、ここで私は、ちょっと調べてみました。なかなか返事が来なかったんですけども、結論から言いますと、この事前届でが、提出されたのかされなかったことも非公開。おかしいでしょ、皆さん。非公開なんですよ。出されたか出されなかったかも非公開。そして、その結果、 あ審査がどういう結果になったのかということも非公開。こういう回答で、えー、ありました。しかし、ここで、えー、言えることは、えー、先ほども記事の中にありましたように、事、えー、業そのものは、令和元年11月に始まっている。この時は、あ日本の 企業が工事を始めているんですね。で令和2年になって、えー、令和3年か令和3年ですね失礼令和3年になって中国資本に賠償されたということでありますから。 その買収行為をもってして事前の届出が必要ということになるんです。で今も令和6年6月までの予定で工事が進められているということは改正外為法に触れるわけでありますからこの事前審査が絶対出されているはずです。出されてなかったらおかしい。だけどその確認をしようと思ったら非公開だと言われる。 もう国会議員であればここを追及したいですよね、もう本当にじくじたる思いでおります。では今、工事がまあ進んでいるわけですよ、でこれに対して審査の結果が非公開であるっていうのもこれ納得いかないわけでありますね。 非公開であるということがこの1週間で分かりました国会議員であればすぐ分かった話ですけどここがザイアのつらいところでありますね、えーまあ、今後ですね、うん、この事前審査がどのような形で審査されて結果どうなっているのかこの事業が経済産業省 の審査そして、この法律の所管省庁である財務省によってどう対応されていくのか、引き続き皆さんと一緒にこの危機を共有し、外国資本によって私たちの生活インフラが危機にさらされるということがないように、この事業は止めていく。 こういった形での取り組みをしていきたいと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。